4丁目の高橋さんからポテチ、1丁目の門井さんからあばら屋のどら焼き、酒屋の小林さんからフォンタ2本で、島田電機のおばあちゃんからは、VR だ、私が島田はよくわかってる、好き。本来新鮮とは酒や米、地域の特産品などをご奉納いただくものなのですが、なぜだかうちのおじ子さんたちはエルダの好きなものをご奉納してくださいます。皆さん甘やかしすぎでは。ありがたいけど。ありがとう、ありがとう島田。うわ、泣いてる。ここまで喜ばれたら島田電機さん本望かな。これは気合い入れて信じしないとな。そうそう、その息だよ。珍しくやる気になってくれたぞ。私エルフだしご利益ないけどな。それを言うな。じゃあ始めよっか。一切成就の払いからね。極めて汚きもたまりなければ、汚きとはあらじ、うちとの玉書き、清く清しと申す。